ブートニアを作るときは、お花をワイヤリングという手法を用いて作るのが一般的です。なぜなら、お花は通常上を向いて咲いています。このままだと、お花の顔が上を向いていて、正面を向かないので、美しく見せるためにも、お花の花組だけを正面に向かせるためにワイヤリングをします。ワイヤリングとは、花や茎、葉などにワイヤーを刺したり、巻きつけたり、絡めたり、支えたりしてデザインしやすくするワイヤー処理の方法です。